背取り始めたけど何すればいいかわかんねえ。はいどうも、弱者サドラーのタナです。今日はですね、背取り1ヶ月目確実にやるべきことということでお話ししていこうと思います。この動画はですね、これからまさにもう今から背取り始めようっていう風にね思っている方にとってはもう絶対に見逃せない内容と、なっております。これなんでかというと、背取り1ヶ月目ってね、非常に大切な時期なんですよ。これ背取りに対しての熱意とかもめちゃくちゃあるし、あと情報とかもね、特にまだまだね、取ってない状態なんで、頭の中がね、まだ真っさらな状態なんですね。だから背取りに対しての何か固定概念とかもそこまでないっていうような、感じなので、情報とかノウハウとかっていうのを、取り込みやすい時期だったりするんですね。で、ここでですね、変な情報とか、なんか誤った間違ったね、方向性に進んでしまうと、もうね、初月からめちゃめちゃ大きなね、赤字を出してしまったりとか、あとね、めちゃくちゃ遠回りして進んでいくみたいなね、そういったことになりかねないんですよ。まあそうなったら、お金も減るし、全然ね、時間だけが溶けていくっていうね、背取りなんてどうせやっても稼げないみたいなね、そういったね、変な固定概念が植え付けられてしまう形になってしまうので、今回の動画はですね、まあそういったね、変な方向に進まないように、背取り1ヶ月目で利益を取っていくために、まずこれだけは、最低限やっておきましょうっていうことをお話ししていこうと思います。なので、この動画、見ていただいて、背取り1ヶ月目ね、非常に大切な、時期なので、しっかり考えながら動いていただけたらなと思います。それでは、やっていこうと思うんですけど、まあ、1ヶ月目でですね、まあ、絶対にやるべきことですね。もうこれは結論としてこれ一択です。まあ、何かっていうと、これですね、商品観察。もうここだけです。はい。もう最初の初月はもうこれだけを、意識して動いていただけたらなと思います。まあ商品観察ってね、商品をね、しっかり見ていくことなんですけど、なんだそんなことかよっていうね、思うかもしれないですけど、これめちゃくちゃ重要です。ここができてなかったら、まあこれからね、背取りそんなね、1ヶ月だけやるっていうふうな、形ではないと思うんですよ。これからね、もう1年とかね、そういうスパンでずっとやっていこうかなっていうふうに思われてると思うので、ここの商品観察っていうところを全然やってなかったら、この安定してね、毎月毎月利益を取っていくっていうところもできなくなってしまいますので、この商品観察っていうのは絶対にやるべきことなんですけど、じゃあ具体的にね、どうやってやっていくのかっていうのをね、ここから紹介していこうと思います。まず一つ目が、これですね、カテゴリーということで、商品ってね、よくね、店舗とか行ってね、ちょっと見ていただきたいんですけど、おもちゃコーナーとか行くと、なんかいろんなおもちゃがあるわけじゃないですか。なんかトミカとかプラレールとかなんかいろいろあるんですけども、まず、どういった商品が、置いているのか、店に陳列されているのかっていうのをね、しっかり観察してみてください。よく見るとですね、トミカっていうね、種類の中でも、いろんなね、カテゴリーが入ってます。例えばトミカっていうと、アースグランナーっていうロボットのおもちゃだったりとか、それもトミカなんですね。で、トミカハイパーレスキューシリーズっていうね、シリーズがあったりとか、あとトミカプレミアムっていうね、シリーズがあったりとかっていう風な感じで、トミカっていうね、一つのカテゴリーの中にも様々なカテゴリーが入っているわけなんですね。で、ここの様々なカテゴリーが入っているなっていう風にまず認識することが非常に大切です。商品をリサーチする際ね、そのトミカっていう大枠で、見ていくんじゃなくて、細かいカテゴリーごとに分けてそれレベルで、リサーチしていくっていうことをね、絶対やっていかないと、利益商品なんか絶対見つかってこないので、そこの練習も兼ねて、まず、商品、どんな商品が店に陳列されているのか。で、その陳列されているカテゴリーってどういったカテゴリーがあるのかな。じゃあもっと小さいカテゴリーで言うとどういった商品があるのかなっていう、ところで、こういったね、カテゴリー、どういったカテゴリーが、店に置いてあるのかっていうところを、まずしっかりと観察するようにしてください。で、そのカテゴリーをでもね、メモしてもいいと思います。メモするか、なんか店舗で写真撮るか。僕は結構写真派でしたね。最初店舗行った時結構パチパチ写真撮って、家帰ってリサーチするみたいな。そんな感じでやってました。だから、まずは店舗行って、どういった商品が陳列されているのか、どういったカテゴリーが置いてあるのかっていうところを、まず観察するようにしてください。で、次二つ目が、ここですね。価格帯ということで、これも非常に大切です。もうこれからの時代ですね、背取りやっていこうと思ったらね、相場感っていうところがもう絶対必要になってくるわけなんですよ。で、相場感ってね、その商品が安いのか高いのかっていうのを、一目でね、分かるようになるようなね、そういったスキルなんですけど、そこを養うためには、まず商品の定価っていうのをまず調べて、で、その店舗に置いてある店の値段っていうのを調べます。で、その次に Amazon の値段も調べてみてください。この3つですね。定価と店舗にある値段と、Amazon の値段。この3つを、全部ね、メモするなり、
ね、写真は撮らないと思うんで、まあメモとかしていただいて、覚えていただくと、そういったことをね、メモしていただくと結構ね、ある発見がね、あると思います。どういった発見かっていうと、商品のね、カテゴリーって、そのカテゴリーレベルでの、商品の定価って全部同じなんですよ。例えば、トミカで言うと、トミカプレミアムの定価は880円なんですよ。これは、他のトミカプレミアム、どんなね、ランボルギーニだろうが、ね、トミカのプリウスだろうが、まあね、なんでも一緒なんですけど、トミカプレミアムの、定価っていうのは880円って、これ一律決まってるんですね。じゃあもしアマゾンで、トミカプレミアムをリサーチした時に、1500円の商品があったら、それってプレミア商品ですよね。じゃあ定価で仕入れてももしかしたら利益が出るかもしれないっていうのがまず、一つ発見として、出てくるわけなんですね。じゃあ店舗の値段はいくらなのか。別に店舗ってね、全部定価でね、浮いているっていうわけではなくて、 10% オフの店があったら 20% オフ、 30% オフでトミカプレミアムね、陳列している、店舗とかもあったりしますので、じゃあそういったところで商品を仕入れて1500円で販売すると利益がかなり取れてくるっていう風な、形になってくるんですね。だから、しっかりと店舗とか行った際、まず価格帯ですね、商品のカテゴリーを見て、その商品の価格帯っていうのを調べていくと。で、Amazon の価格とか、調べていただいて、それを繰り返していくうちに、この相場感っていうのがね、ついてきますので、で、この相場感っていうのがついていくと、店舗に行った時、一時ね、こんなバーコードリーダーピピピピやらなくても、商品を見ただけで高いか安いか、利益が出るのかどうかっていうのがね、一目で、把握することができますので、そうなってきたらかなり効率的に、やっていくことが可能になってきます。ただ、その相場感って1ヶ月でつくのかっていうと、さすがに1ヶ月で相場感はちょっと難しいので、まあ2ヶ月とか3ヶ月とかかけて、相場感っていうのをつけていただけたらなと思います。まあ相場感つけるためには、もう一つ注意点があって、しっかりカテゴリーっていうのを絞ってください。例えば、家電、ヘルス&ビューティー、日用品とか、おもちゃとかゲームとかね、そんなもう全ジャンルの相場感をつけようと思ったら、もう多分1年くらいかかります。めちゃくちゃ大変です。なので、その、ね、1年かけてね、つけていくようなスキルではないので、2、3ヶ月くらいでつけられるように、まずカテゴリーっていうのをしっかり絞っていただいて、おもちゃの相場感とか、ゲームの相場感とか、そういった形で、相場感っていうのをつけていただけたらなと思います。で、僕のおすすめとしては、おもちゃ、ゲームっていうのがね、非常にね、初心者にとっても、背取りやりやすいかなっていうふうに思いますので、結構利益商品、プレミア商品っていうのが非常に多い、部類になってきますので、おもちゃ、ゲームっていうのが非常におすすめかなと思います。で、次3つ目、3つ目が Amazon ランキングということで、これはですね、商品の需要ですね、その商品の需要があるのかっていうのを、調べていく。で、商品ごとによって Amazon ランキングって全然変わってくるんですよ。例えばトミカで言うと、トミカリミテッドウィンテージっていうね、そういったおもちゃがあるんですけど、そういったね、トミカのカテゴリーがあるんですけど、そのね、トミカリミテッドウィンテージっていうね、カテゴリーはあまりね、人気がないんですよ。だいたい人気な、そのトミカリミテッドヴィンテージの中でも人気なやつでもだいたい5000位とか、1万位とか、そんな感じなんですね。で、まあ初心者の方ってあまりこのランキングが1万位とかってね、どんなもんかってわからないと思うんですけど、おもちゃのランキングで1万位って、そんなボコスが売れていくような商品ではないっていう感じですね。逆にトミカプレミアムっていうね、トミカプレミアムっていうカテゴリーがあるんですけど、それはですね、非常に人気が、ある商品で、トミカプレミアムの大体そうですね、3桁、ランキング3桁ですね、500位とか、もっと言うと2桁とか、ね、10位とかね、ランキング、Amazon のランキングで10位とか、そういったね、商品があったりするわけなんですよ。っていう風になってきたら、トミカプレミアムの方が人気があるわけなんですね。人気があるってことは、これ言い換えたら売れていきやすいんですよ。で、ここが非常に大切で、まあ、背取りをやっていく中で一番避けなければいけないことが、売れない商品を仕入れてしまう。これをね、一番避けないといけないわけなんですよ。売れない商品を仕入れてしまうと、まあ、一個二個ならね、売れなかったら最悪だくらいで終わるんですけど、もうその、ね、売れない商品を仕入れすぎて、もう在庫が100万円とかになってしまうと、もう結構ね、取り返しがつかない、事態までね、発展してしまうので、クレジットカードの請求に間に合わないとかね。だから絶対条件、まず売れる商品を仕入れるっていう必要があるんですけど、じゃあ、そういったね、トミカリミテッドヴィンテージとかで、じゃあランキング3万位の商品をね、10個仕入れましたっていう風になったら、まあ、3万位ってなったらちょこちょこしか売れていかないんですよ。だったら結構キャッシュフローというか、クレジットカードの請求の方が先来ちゃって、それを自分の貯金で支払っていくみたいなね、悪循環に、ね、なってしまいますので、だから絶対条件として売れていく商品を仕入れるっていう必要があるんですけども、じゃあ、トミカリミテッドヴィンテージっていうのはあまり仕入れない方がいいよねっていう判断ができるんですね。
はい、だからしっかりとね商品をね見た時にまず Amazon ランキングってどれくらいあるんだろう、利益が取れてない商品でも Amazon ランキングを確認することでその商品って人気があるのかなっていうことが、分かってくるわけなんですね。じゃあその商品が今後ねもしプレミアになって利益が取れる状態になりましたと、いう風になった時に、まあその商品って人気があるので、商品を仕入れても大丈夫だなっていう判断ができるわけなんですね。だから一個一個の、しっかりとAmazonランキングとか見ていただいてその商品って需要があるのかなっていうふうに把握するだけで、かなりですね視野とか、変わってきますので、ぜひですねここのAmazonランキング、チェックしていただきたいなと思います。というわけでセドリ1ヶ月目、確実にやるべきことということでお話ししてきました。まあ何でもそうなんですけどやっぱ1ヶ月目ってあまりうまくいかないですよね。僕もですね、もともとサラリーマンやってて、仕事上ね、まあ、新卒、僕は高卒なんで18で会社に入社したんですけど、まあ、もちろん1ヶ月目ね、あったんですけど、僕の場合はですね、普通の企業ってなんか研修期間とかがあると思うんですよ。何かね、別のね、部屋に行ってそこで座学みたいな感じでね、研修で勉強したりとか。ね、そういったね期間があると思うんですけど、僕が入った会社ってめちゃくちゃちっちゃい会社で、そんな研修とかなかったんですよね。初日一番最初の日に、仕事を任せられたんですよ。びっくりしたんですけど、僕は図面とかをね書く仕事してたんですけど、そんな知識全くないんですよ。でもはいこれやってっていう感じで研修すっ飛ばしてこれやってっていう感じでなんか図面をね、持ってこさせられて、まあ、上司のね指示に従ってやっていたわけなんですけど、まあうまくいかないんですよね。もうミスしまくるし、ね、何が何だかわからないんですよ。僕電気製図っていうねなんか電気のねなんか図面を描く仕事してたんですけど、なんか数学の知識がいったりするんですよ。数学とか死ぬほど苦手なんですよね。もう二次関数っていう風に言われたら吐き気を催すみたいなね、それくらいね数学苦手だったんですけど、まあそんな中ね1ヶ月目ね会社で研修ね研修というか、仕事をやりました。でもやっぱ全然うまくいかなかったわけなんですね。皆さんもねなんとなくね思い出あると思います。だから本当ね何事もね1ヶ月目ってあまりうまくいかないんですけども、まあ背取りでもこれは同じで、1ヶ月目まずやってみて全然利益が取れないと、なんか1ヶ月やってみたけど3000円しか利益が出なかったみたいなね、そういった方も非常にたくさんいらっしゃると思います。僕も初月の利益5000円くらいだったんですよ。はい。Amazon の、大口契約をなんとか払えたっていうね、これくらいだったんで、本当ね、1ヶ月目ってあまりうまくいかないと思いますので、まあ、全然ね、利益とか、仕入れができないからってね、凹む必要は本当になくって、しっかりとね、長期的に、見ていって、まずは、今後に生かすために、商品観察とかね、そういったところを取り組んでいただけたらなと思います。ということで、最後ですね、ちょっと復習して終わろうと思うんですけど、セドリ1ヶ月目、絶対にやっておくべきことということで、まず1つ目が、カテゴリーの観察ですね。店舗に行ったらどんな商品が、陳列されているのか、で、その中にどんなカテゴリーがあるのか、ここだけをまず見ていくと。で、まずは商品を覚えていくっていうことをやっていただけたらなと思います。で、次2つ目が、価格帯っていうことで、商品の定価と、Amazon での価格、それと今店舗にある値段、ここの3つを調べることで、相場感っていうのがね、養ってきますので、これができるようになると店舗に行って見ただけで利益が取れてくると。そういったね、無双状態をね、作り出すことができますので、価格帯っていうのをしっかりチェックしていただけたらなと思います。で、次3つ目が Amazon ランキングっていうことで、どんな商品が売れていきやすいのか、どんな商品が需要があるのかっていうのを、まず見ていく。もし利益が取れていない商品でも、しっかり Amazon ランキング見ていくことで、そのカテゴリー自体が、需要があるのかどうかっていうのが結構分かってきますので、ここが分かってくると今後プレミアになるような商品っていうのも、分かってくるようになってきますので、しっかりと Amazon ランキングっていうところもリサーチしていただけたらなと思います。というわけで、こんな感じでですね、これからもですね、このセドリ初心者さんっていうところにフォーカスして、動画、撮っていこうと思いますので、ぜひですね、セドリについてもっと深くね勉強したいっていう風な方は、チャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それからですね、この動画少しでも役に立ったなっていう風に思われた方は、高評価ポチッと押していただけると、僕がスマホの前でめちゃくちゃ喜びます。はい。最近ですね、高評価をしてくださる方が非常に、多くいらっしゃって、本当にね、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。素直に嬉しいです。はい。というわけで、ちょっとね、役に立ったなって思ったら、高評価をしていただきたいなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。
最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると期間限定今だけ無料で僕がやっている背取りのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でもたった半年で脱サラできた、その背取りに対する考え方、戦略、手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして友達追加していただき、軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。